はい、どうも、羽島清志郎です。いや、すごいね、トリクル運営ね。なんか。ね。いや、定常開催の決戦がね、あれだよ。まあ、今日じゃなくて18日でしたっていう、ね、いうことをしてきたんですよ。やばって思ってね、俺。いや、なんでそれって俺思った。マジで。もう泣きそうになった。もう。って思った。めちゃくちゃ嫌なやつじゃん。5月18日で、しかもね、5月18日って、経験値ベリー3倍期間なんですよ、船が。4周年、3人がね。で、しかも正しい期間って言って、2日ね、なんかずらしてるし。まあいいや。うぜえな、マジで。超嫌がらせしてくんじゃん。そんな羽振り悪いの？決戦でさ。うわ、きちいわ、それマジで。いや、もう、一個前の決戦2分の1の時でやっとけって話だけどさ。いや、きちいわ、それは。いや、トリクルって嫌がらせうめえよな。いや、俺、助っ人船長ってね、あれもむちゃくちゃの制度だけどね、絶対分かってあれやってんじゃん。あのね、レベルマックスのさ、船長誰が使うんだよって話じゃん。能力解放してないのは、まだ分かるけど、スキルレベルマックスじゃないのはちょっとなんかね、嫌な気持ちになるよね、俺は。俺は思うよ。嫌な気持ちにはなるよ。スキルレベルが、最低でもスキルレベルマックスだからな。トレジャーマップのキャラさ、へい出た。まあ、トレジャーマップのキャラは限界突破しないと使い物にならないことも知っててあれやってるじゃん。なんか、出た出た、嫌がらせみたいなさ。なんか、ね。まあ、これがさ、まだ能力解放とかも何もない時期。初期の初期でね、このシステムがあるんだったらみんな、うおーってなってたかもしれない。でもそれでもスキルレベルマックスじゃないからね。なんかね、手抜いてる感じがするよね。そういうのって。明らかにそのガス抜きじゃないけどさ、そこでマックスにしないんだよ。限界突破もつけますよ。スキルレベルマックスも、何々も、とか、ねえ。スキルレベルマックス
能力解放もして限界突破も最高でみたいな。で、綿目も振ってますよみたいな。まあまあ全然ね、まあ、2歩譲って綿目はいいよみたいな。なるけど、なんかね、ひどいやり方だよね、トリクルって。すごい、スノーマンさんはめちゃくちゃあの人はトリクルファンだから悪いこと言ってないけど、いや微妙だよね。使うとしても、姫亀のやつでしょ？姫亀で、まあ、ジャブラ使うくらいでしょ？なんか、はぁってなるなって感じ、俺は。で、今回もなんか、謝っていましたっていう、ご迷惑をかけて申し訳ありませんみたいなのを、まあ、何回もやったことあると思うよ、多分そういうのは。まあ、その都度その都度に気にしてなかっただけで、でも今回っていうのはやっぱね、すごい嫌がらせのようにね、わざと時間を、ういって言って、ねえ、やって、そのやるっていうのは、なんかね、悲しくなっちゃうよね。せこいなーって思った、俺は。率直な感想、せこいなーって思う。で、期間、5日くらい縮めてるからね。まあ、わび石動向の話じゃないけどさ。で、わび石配布しないっていうのもなんかね、1個だよ、たった。1個でなんかできるわけじゃないんだよ。ねえ。っていう話で、なんかね、その時その時の最善のものを出してないっていうね、俺のニートは文句言いたがりだけど、いや、明らかに、いや、そこスキルレベルマックスまで行こうよ、みたいなのはあるじゃん。なんか、それが入ったところで、ねえ、ん？みたいなのもあるし、まあ、トレジャーマップキャラがもともとなんかね、その、あれじゃん。フレンドにいないと強くないみたいな。だトレジャーマップキャラだけめちゃくちゃ優遇するというのはありだと思うよ、俺は。トレジャーマップキャラだけ限界突破もしてます。スキルレベルもマックスです。能力解放も運営が選んだっていう、まあ、ゴミ運営じゃない、ゴミ解放じゃなくて、しっかりとした解放です。トレジャーマップキャラのみっていうのはね、その無課金に優しいとかの前に、その課金してる人にも優しくないわけじゃん。まあ、課金してる人はトレジャーマップキャラ使わないのかっていうと、使うと思うんですよね。やっぱそのなんか、直前は絶対優遇されるんですよ。トレジャーマップキャラだろうが。優遇されるんで、今日めちゃくちゃ屁でんな。いやーなんか、まあそれがトリクル運営だからっていう感じで、ね。その、やれば面白いと思うけど、あ、とりそうなるとね、うわーってなっちゃうよね。やっぱり。俺が何言ってんだって話ですよ。全然頑張ってない人間がっていう。でもそれができるんだったらスキルレベルマックスもできなくない？って思うんですよ、なんか。運営が考えてるのは、そのフレンド個人、一個人の、に、ステータスとかに合わせたものをしようとしてるから多分めんどくさいんだと思うんですよ。いや、そうじゃなくていいじゃんって。それをやろうとしてるからできないのかなとか思っちゃう。スキルレベルマックス統一にしちゃえば、パワーバランス崩壊になるかっていうと、そうでもないと思うよ、俺は。初心者もやりやすくなるわけじゃん。強いフレンドさんに変なフレンド申請しなくてもいいわけじゃん。フェスゲームで当たったキャラが出てくれればさ。でも、あれはめちゃくちゃいいと思ったのは、あれかな。もういいや、もうゼファー回るわ、めんどくせえから。まあ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 ね。まあね、ゼファー回ります。いや、でもね、いや、なんか、やり方ひどいなって思いましたね。なんか、悲しいやり方っていうかさ、ねえ。あ、くそ。あ、滑んねんだよ。なんでこれ、うぜえな。あー、でもなんか、まあ、そこまで力入れてないんだよね、もうね。やっと特訓の森だけど、その特訓の森もなんかね、
まあ変なの出してきましたがね、カポネギャングベッチ、まあ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 、まあ、どうせカポネギャングベッチのフェス限来るのかなって思ったら多分来ないね。なんでかっていうと多分放送時間の問題だと思う。すぐ放送しないでしょ、カポネギャングベッチ。まだまだワンピース伸ばすと思うから、やっと次の話でビッグマム回想が終わるか、下手したら終わらないかみたいな場面だと思うから、うん、そういうことを考えればまあ6月7月くらいにギャングベッジ戦が出て、でギャングベッジのクエストをギャングベッジで攻略するみたいな接待特訓の森になると思う。それで、いやみんなむずい、何このギミックやばって言って、そうなるんだよ、やばって。それいつもの流れですから、まあそれがトリクル運営だからっていう気持ちでみんなやってると思うな。俺がどうこう言ってるわけじゃないけど、まあせこいなとは思うけど、それかもうトリクルやってるやつら感謝しねえだろみたいな、そういう態度でやってんのかな。まあどうせお金入んないしって思うもんな。そんな2分の1期間をするってことはもう魔法石が入んないわけじゃん。うん、そういうことだよ。それが俺たちのやり方だって今頃言ってます。誰がって、まあ運営がね。まあまあまあ、こんな感じじゃね、やばいよね。で5周年で死ぬのかな、ね、いつトリクルは終わるんだろう。でも終わってほしくないけどね、やっぱり。
それでもやってるってもう異常だと思いますよね。なんか今思ったら怖いな。狂ってるんですよ、僕たちは。もうトリクルはもうやってる人狂ってるってことでね。というそういう結論ですよ。結論、トリクルやってる人は狂ってる。のスキルレベルマックスになりました。まあもったいないけど、ゼファーにね、使いますわ。なんか使うわ。これね、もったいないけどね、めちゃくちゃもったいないけど、使っちゃいます。多分バリア貫通だよ。おお、そう、最近限界突破のバリアは地雷ってことが分かったんでね、恐ろしいですよ。もうね、バリアは地雷だったっていう話ですよ。はい、14ターンということで、バンザーイ、バンザーイ。これでも射撃パが組めると。まとめて選択、攻撃力、攻撃力で選ぶっていうね、攻撃バカのやつですけどね。アナミジュールジュールミジュールジュール合わせてジュール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 ジュ
よいしょ。はい。イエーイ。ということでね、ハンコック射撃場でゼファーと戦います。まあ、勝てなかったらその時はピッということで、やっていきたいと思います。あ、そうだ
能力解放ガタガタだった。テヘペロ。ギリギリカット。イエーイ、おしまい。